こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。今日は心臓疾患や高血圧の持病などがありますが、インプラントの手術は可能ですかというご質問です。高血圧の方、もちろん心臓疾患の方もですが、には、かなり注意をしながら、我々は、特に、大体は鎮静療法というのをお勧めしながら、治療させていただきます。また心臓疾患の場合、特に心筋梗塞などを起こされた場合には、期間を少し1年とか空けないといけないですよというようなことでご説明しています。血圧に関してはこれは AID でいただいた表なんですけど、簡単に言うと120以下、140以下、160以下、180以下、180以上って、血圧があるとすると180以上の方はもうちょっと処置ができませんよというような形です。でセデーションと書いてあるのは鎮静療法を併用しましょうよっていうことですね。そう思うとタイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ4ってこれインプラントの簡単に言うと難易度ですね。タイプ1は、1本のインプラントを入れる場合、タイプ2は、簡単に言うと、複数のインプラント、2、3本ですねまでのインプラント。タイプ3は骨造成が絡んだり、全額片顎全部とかっていうインプラント。タイプ4は両側にサイナスリフトをさせていただく場合、単なるサイナスリフトはタイプ2ぐらいに分類されますので、かなり、簡単に言えば簡単にできるんですけど、それ以上の処置っていうのは、鎮静療法が必要だったりします。特に骨造成だとかっていうのは、サイナスリフトより本来難しいんですね。ですので、結構タイプ3とかになってきますので、結構、鎮静療法をしながらっていう形の方がおすすめになってくる療法になります。こんなところの表を参考にしながら我々は血圧は、判定はしています。また心筋梗塞の方ですね、直前6ヶ月の心筋梗塞を持った方は何の処置もできないんですけど、6ヶ月以降だったら簡単な処置に関してはできます。ただインプラント埋入だとかって言っている時には、大体少なくとも12ヶ月、1年間は置いてからということを、お願いしています。本日は以上です。